パオラ・アントネッリはイタリア人の作家、編集者、キュレーターである。彼女はロンバルディア人の子である。彼女は現在ニューヨーク近代美術館の R&D 部門のディレクターと建築、デザイン部門のシニアキュレーターを兼任している。2015年、アントネッリはアメリカグラフィックアート協会から新鮮で鋭い観察を共有し、ニューヨーク近代美術館で 挑発的な展覧会を企画することで、日々のデザインの影響を拡大していると評されメダルを申定された。彼女はまた、アートレビュー誌とサーフェイスマガジンから芸術界で最も影響力のある100人の一人として選ばれている。彼女は1990年ミラノ効果、大学建築学部でラウレアを取得しているが、建築家としてのキャリアはない。イタリア、フランス、日本において、 彼女は幾度か建築とデザイン店を企画してきた。彼女は1987年から1991年の間はドムス氏の編集者として、1992年から1994年の間はアビタレ氏のデザイン編集者としても働いてきた。彼女はまたメトロポリス氏やハーバードデザインレビュー、インターナショナルデザインマガジン、ペーパー氏、メトロポリタンホーム氏、 ハーパーズ・バザー氏、ネスト氏などに寄稿経験を持つ。2014年、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートから名誉博士号を授与された。1991年から1993年の間、アントネッリはカリフォルニア大学ロサンゼルス校の講師を務めており、デザイン史とデザイン理論について教弁をとっていた。2003年の春にはハーバード、大学デザイン大学院で、 デザイン理論の講座を開講した。彼女は他の場所でもヨーロッパとアメリカのデザイン及び建築について講演し、また国際的な建築デザインの審査員を幾度か務めている。アントネッリは1994年2月にニューヨーク近代美術館に加わり、建築、デザイン部門のキュレーターとなった。ニューヨーク近代美術館で彼女が企画した展示の中で、 初めて注目を集めたのは1995年のミュータントマテリアルズインコンテンポラリーデザインであった。これ以後1996年のスレッシュョルズコンテンポラリーデザインフロムザ・ネザーランズ1997年から1998年のアキレコスティリョニーデザイン1999年のプロジェクツ66カンパーナインゴモーラー 2000年9月から翌年2月にかけてオープンエンズとマターを企画した。2001年の2月8日から4月22日に開かれたワークスフェア i 展は近未来の労働環境のデザインをテーマとしていた。2005年には政府デザインテイクスオンリスクと政府というよく似たタイトルの展示会を開いた。校舎は2年前に アスペンで開かれた国際デザイン会議の彼女の発表に基づくものであった。彼女の近年のプロジェクトには他に独特なデザインの例として世界中の職を取り扱った書籍やデザインに関するテレビ番組などがある。キュレーターとして彼女は様々なコンピューターゲームをニューヨーク近代美術館の常設展へと加えてきた。アントネッリはジェームル・ハントと共同で、生、 攻撃、大衆といった人間の最も顕著な特徴のうちのいくつかを物理的に表現することをテーマとしたオンライン上の実験的な展示会デザインアンドバイオレンスを開催した。例えばガラスコップ一杯の人工的に合成された汗が展示された。この展示会について彼女は私たちは暴力と曖昧な関係を持つ展示物を求めていたと述べている。 チョークで地面に描かれた無人攻撃機の輪郭や自動追尾弾丸やスティレットヒールといったそれぞれの展示品はデザインの持つ性と不良面を強調するために選ばれた。現代ではデザインとは大変多元的なものであり、アントネッリとハントはこれを表現しようとしていた。アントネッリの目的は日々の生活の中でデザインの重要性に、 人々が気づいていることを確認しながらデザインの見方を変更することだ。デザインは人間の創造性の素晴らしい発露であり、デザイナーたちは自身が作り出したものを使用している人々に対し責任を感じるべきであると彼女は信じている。デザインがなければ誰も新しい発明を使うことができないため、イノベーションは無益なものとなるだろう。 デザインは外観を整えるものに過ぎないという誤解に、大使彼女は苛立っており、デザインとはそれ以上の概念であることを人々に気づかせることが自身の役割であると感じている。パックマン、テトリス、マインクラフトといったコンピューターゲームを取り扱った展示は、こうしたゲームのインタラクションデザインを紹介する目的で入場者が実際にゲームを遊ぶことができるよう企画されていた。 この展示に対し、例えばガーディアン氏は、ニューヨーク近代美術館よ、申し訳ないが、コンピューターゲームは芸術ではないと反応した。ありがとうございます。